はい、皆さんこんにちは。すっかり夏ですね。外ではセミが鳴いております。ってことでですね、今回はですね、こちらのノートパソコン、富士通製の FMV なんですけど、これを知人の方からね、ちょっと修理してほしいってことでね、ちょっと預かってきました。その故障っていうかね、不具合の内容は、OS が起動しなくなっちゃったってことでね、ちょっと預かってきたんですけど、自分ちょっとその不具合の内容がまだ何も分かってないんですけど、直せるだろうってことで、預かってきました。壊れちゃってもね、別に使ってないんでいいよってことだったんで、とりあえずね、多分修復できると思いますんで、今からやっていきたいと思います。でこちらのパソコンなんですけど、型番の方が FMV の、NF/B70 ってやつですね。で今ちょっとホームページ見て、開いてみてるんですけど、プロセッサーの方が Core 2 Duo ですね、の P8400 2.26GHz のものが載ってるみたいですね。でメモリが 2GB、 標準 2GB ですね。で DDR3 の SDRAM の PC3 の8500ってことですね。 DDR3 なんで、まだまだ手に入るんでね、最大 4GB ってなってますんで、4GB にしちゃってもいいのかなって感じですね。あとは特別紹介するようなところはなくて、普通に LAN がついてて USB がついててって感じですね。 USB3.0 はついてますね。ちなみに後ろにね、 HDMI の出力があったんで、まだまだ現役でやっていけるんじゃないかなって感じですね。でこれもともと Vista が入ってるやつで、Vista が入ってたそうです。で突然動かなくなったってことでね、原因は分かんないんですけど、でですね、とりあえず電源を入れてみるとですね、とりあえずここまでは来るんですよ。富士通の画面までは来て、ここでですね、ポスト画面が出てきて、こっから進まないと、こういう症状ですね。でね、多分ね、突然動かなくなったってことだったんで、多分ただ普通に OS の不具合だと思うんですね。オペレーティングシステムノットファウンドってなってね、それが永遠に繰り返されてる状態になっちゃってますね。なんでね、多分ね、これ故障とかじゃなくてね、ただ OS のレジストリかなんかの不具合で、ただインストールし直せばね、ただ普通に元に戻るんじゃないかと思って、います。ってことで、ここからね、Vista 一応あるんですけど、ホームページで確認した感じね、これ Windows 10までね、普通に行くんじゃないかなと思って、今ハードディスク 250GB のが入ってるのかな、標準だとそれが入ってるみたいなんですけど、それをね、家に余ってるこのインテルの SSD に交換して、Windows 10でもね入れてみようかなと思ってます。ではね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ということでですね、まずね、ちょっとね、ハードディスクを外していきたいと思います。多分こっちがメモリでこっちがハードディスクだと思うんですよね。とりあえずバッテリーは一応外しておきますか。外した方がいいですね。でね、多分こっちだと思うんだよな、こっちだと思うんですけど、ハードディスクは多分、そうですね、ここにハードディスクが入ってますね。ちょっと外していきます。SATA だと思うんですけどね、前にあった FMV の ID とかそういうオチがなければいいんですけど、SATA ですね。 SATA のやつがついてます。なんかネジないっすね。こっちネジがないです。こっちはついてるな。ネジ取っていきます。
はい、ですね、これですね、東芝製のハードディスク入ってますね。容量がいくつだこれ、書いてないかな、書いてないですね、書いてないですので、ちょっとよくわかりません。はい、何ギガなんだろうな、すいません、ちょっとこれね後で調べてみます。これにね不具合がある可能性が高いと思いますね。 BIOS 画面も一応確認したんですけど、まあメモリ等は普通に認識してたんでね、これを、とりあえず外してこっちに変えていきたいと思います。ね、一応向きがあるんで確認して、これがハマーこうですね、こんな感じになるのかな。で、はめていきたいと思います。ネジがね、なんで片方しかついてないんですかね。ネジね、ネジあるか、ネジありますね。ちょっとね、なんか違うけど、一応ミリネジ多分つくと思うんで、はい、一応ね、両方つけていきたいと思います。はい、つきましたね。で、これまあ、ハードディスクの交換はこれだけですね。で、これ元に戻して、ネジをはめると、まあ元パソコンなんでメーカーによってね交換の仕方とか変わってくると思うんで、まあ取説に書いてあるのかな、自分あんまり取説とか読んだことないんでわかんないんですけど、はい、多分書いてあるんじゃないかと思います。外し方とかね書いてあると思います。でね、これで一応ついたんで、蓋閉めてねいきたいと思います。はい、完了ですね。これでハードディスクの交換完了です。非常に簡単ですね。まあ今皆さんもねノートパソコン使っててハードディスク使われてる方はね、自分自身ぜひね SSD に交換することをお勧めします。だいぶね体感速度変わりますからね、 SSD に変えただけで、ね、でバッテリー戻して、これで完了ですね。あとまあ今の SSD 何も入ってないんで、とりあえずね Windows 10、評価版を入れてみて動くようだったら、本社のねちゃんとライセンスのあるものをね入れていきたいと思います。とりあえず BIOS 画面で認識してるかどうかを確認したいと思います。これは何なんだ、エンター、あ、はい、入りましたね。インテルコア2デュオですね、 P8400 2.26GHz で L2 が 3MB ですね。まあノートパソコンだとこんなもんでしょう。あとはドライブゼロ、あ、インテル SSD40GB、ちょっと少ないですけどね、まあインターネットで使うぐらいにはちょうどいいかなってことですね。 OK ですね、これでちゃんと認識されたんで、これからインストール Windows 10をねインストールしてみたいと思います。まあメーカー製なんでドライバーが合わなかったりする可能性はありますけど、まあ多分いけるんじゃないかなと思うんでやってみたいと思います。はい、ですね、あれから数時間経ちまして、Windows 10までねちゃんとインストールできました。あ
はい、そしてですね、ですね、これあれだな、デバイスマネージャーの方もね、ほとんど自動で、全部入りました。指紋認証のやつがこの下についてるんですけど、ここにこのドライバーだけね、ちょっと見つからなかったんで、ネットで探してきて落としてみました。はい。でね、自分の家ワイヤレス、まあ、Wi-Fi 5ギガの電波も飛んでるんですけど、なんかね5ギガもね繋がるみたいでね、なかなかいい感じですね。はい。ですね、でまあ使用感みたいな感じもですね、まあ、SSD 入れてるんで、まあ、まあ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 こんなもんかなっていう感じでは、全然快適に動きますね。はい、ほとんど全く何の問題もないですね。普通に動くようになりました。でちなみになんですけど、これさっき外したやつ、これをねディスクインフォで調べてみたらね、ひどいことになってましたね。不良セクターと、もうこれダメですね。これちょっともう全然使えないですね。これは廃棄するしかないかな。ちょっとこれに何かデータ入れるのは多分だいぶ危険ですね。これはちょっともうダメみたいですね。エラーがひどかった。はい、こちらはちょっともう使えないですね。ってことでですね、一応普通に、インストールし終わりまして、まあ、普通に使えるようになりました。ってことでね、まあ、修理、これほとんどね修理ではないですね。ハードディスクの交換って感じですね。まあ動かなかったんでね、もうまあ、捨てようかなってことだったんですけど、まあ、普通に動くようになったんでね。でしかも Windows 10普通に入って動きも問題ないですね。特に動きも問題ないので、全然使っていけるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回はまあちょっと簡単な動画になってしまいましたけど、まあ、パソコン修理しましたよってこと、有利ではないですね。何度も言いますけど、ただハードディスク交換して、Windows 10まで入れてみましたよってことで、今回は終わりにしたいと思います。もうちょっとね、なんかいろんな不具合あったらね、まあ、やりがいはあったんですけどね。ただハードディスクを交換して、Windows 入れたら普通に直っちゃいました。はい、ってことでこれは知人に返したいと思います。まあ、SSD はねおまけみたいなものなんで、まあ100円ぐらいで、ね、はい、まあ手数料100円ぐらいでね返したいと思います。はい、はい、今回もね、ご視聴ありがとうございました。またねパソコンネタ何かありましたら上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。皆さんもねなんかリクエストあったら、こういうことやってほしいよっていうのあったらね、言っていただければやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では今回はこれで失礼します。さよなら。